ロジャーパルバースロジャーパルバースは、アメリカ合衆国出身のオーストラリアの作家、翻訳家、劇作家、演出家、映画監督、東京工業大学名誉教授。ニューヨークでユダヤ人の家庭に生まれる、カリフォルニア大学ロサンゼルス校を卒業後、ハーバード大学大学院に入学。豊富なソ連旅行の経験を生かし、ロシア地域研究所で修士号を取得した。 ベトナム戦争への反発から米国を離れ、ワルシャワ大学とパリ大学に留学後、1967年に初来日。京都に今日定め、京都産業大学でロシア語やポーランド語の講師を務めた。1972年に、キャンベラのオーストラリア国立大学に赴任し、日本語や日本文学を講義。1976年、オーストラリア国籍を取得。 井上久志の作品に惚れ込んで、彼をオーストラリア国立大学の客員教授として招致するよう運動。井上の作品の英訳も行う。1982年と2000年にオーストラリアアデレード芸術祭で舞台を演出。この他、メルボルン、キャンベラ、東京でも演出活動を行っている。また、映画やラジオの脚本も執筆している他、 マイケル・ナイマン作曲の歌の歌詞も書いている。1983年制作の映画、戦場のメリークリスマスで、大島渚の助監督を務めた後、再び来日し、演劇活動を行う。1992年制作の映画、シー・イン・グレッドにおいて、脚本を執筆。2003年制作の映画、スパイ・ゾルゲに出演。2007年制作の映画、明日への遺言において、 監督、小泉隆と共同で脚本を執筆。2008年、第18回、宮沢賢治賞を受賞。2013年まで、東京工業大学教授、世界文明センター長。同年、雨にも負けずの翻訳で、第19回、野間文芸翻訳賞を受賞。同年制作のドキュメンタリー映画、僕がジョンと呼ばれるまでにおいて、構成を担当。 2014年、東日本大震災復興と地域活性化のために新たに運行を開始した JR 東日本の観光列車 SL 銀河の車内コンテンツをプロデュース。宮沢賢治の銀河鉄道の夜をテーマとした同列車で賢治の世界観を演出する展示の監修を手掛けた。2015年第9回井上康史賞を受賞。2017年制作の映画 スターサンド星砂物語で初監督を務める。原作は自身の執筆による小説星砂物語。2018年朝日中受賞受賞。受賞理由は東京工業大学名誉教授、元東京工業大学世界文明センター長、県教授として日本における外国語教育の発展及び、 理系学生に対する科学技術の理解の促進に寄与した功績による2019年オーストラリア勲章受賞。受賞理由は作家、翻訳者、教育者として日本文学と日本文化へ重要な貢献を果たした功績による長編小説や短編集、戯曲、随筆集など日本語と英語による著書が多数あるありがとうございます